キタリスはネズミモクリスカリス属に分類されるリスの一種。分布図アイルランド、イギリス、イタリア、ウクライナ、オーストリア、オランダ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、大韓民国、チェコ、中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、 ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、マケドニア共和国、モンゴル、尾長が16から20センチメートル、体重0.3から0.41キログラム。体毛には、季節や足により変異がある。冬毛には、外耳の先端には、棒状に体毛が伸長する。新生児の体重は8から12グラム。 生後10から13日で体毛が生え始め、生後3週間ほどで全身が完全に体毛で覆われる。生後1ヶ月ほどで目が開く。紋子は下が生後22日ほど、上が生後35日ほどで生える。原産地では、平野から河口山帯までの森林に生息する。中高生で、樹上に枯れ木を組み合わせた力道に苔や枯れ葉、毛等をシータスを作る。 冬眠は行わないが、冬季に巣に数日間こもることはある。天敵としては、タカ類、フクロウ類、天類等が挙げられる。植生は、植物食傾向の強い雑食で、果実、種子、コノハ、ワカメ、樹皮、樹液、鳥類の卵、昆虫類等を食べる。食物を貯めたり、地面に埋めることもある。繁殖形態は、体性で年に一回春季に幼獣を産む。 冬季に食物が少なかった場合は、カキに幼獣を産む。メスの実が巣で幼獣を育てる。危険を感じると、母親は幼獣を加えて、巣を移動する。幼獣は、生後45日ほどですから離れ、生後8週間ほどで血離れし独立する。生後1年ほどで、生成熟するが、天敵に捕食される等の理由で、生後1年を迎える個体は4分の1ほどしかいない。 毛皮は革製品に利用され、特に、ロシアでは盛んに狩猟、取引される。樹木の樹皮や若芽を食害する害獣。開発による生息地の破壊。毛皮目的やスポーツとしての狩猟等により、生息数は減少している。ペットとして飼育されることもあり、その歴史は古い。日本にも輸入されていた。しかし、日本リストの競合、樹木の食害等の懸念から2006年に、 外来生物法により、アッシュエゾリスを除いて、特定外来生物に指定された。そのため2008年現在は輸入、販売、譲と、飼育等は禁止されている。2013年の日本哺乳類学会の調査では、鞘山川丘陵全域に生息し、野生化していることが確認された。ABCD 財団法人自然環境研究、センター編著最新日本の外来生物、 平凡者、2019年、41ページ。ISBN978 から4から582542608。滝58安彦財団法人自然環境研究センター。決定版日本の外来生物平凡者。2008年4月21日。ISBN978 から4から582542417。鞘58山が丘涼キタリス繁殖野生化。 国内初確認。東京新聞。http://www.tokyo-np.co.jp:/s:/article:/2013120990140541。html2013、ok、ht 年12月10日閲覧。ありがとうございます。